吉村正博、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正博です。今日は製品の寿命についてお話をさせていただきたいなというふうに思います。前回ですね、マーケティングミックスっていうことについてお話をさせていただきました。マーケティングミックス 4P ですね。売り物、売り値、売り場、売り方ということでね、製品、価格、そして流通、プロモーション、この4つの P が 4P ですよっていうことをお話をさせていただきました。で、この 4P ですね、ありますけれども、これで一番大事なことは何かっていうと、整合性をつけなきゃいけないよって話ですね。で、この、要は、ちぐはぐだったり、その場しのぎだったりね、行き当たりばったりだったりってなると、効果がなくなるよっていうことですね。戦術ですから、これは。で、これ戦術なわけですよ。で、何かっていうと、この戦術、施策は整合性が大事であり、それは戦略との一貫性、これが大事ですよってことですね。ですから先ほどのこの 4P ありますよね。この 4P が戦略とずれてても、これもダメなわけですよ。で、この戦略については、まあ以前からね、ずっと、お話をさせていただいておりますので、過去の動画をね、見ていただきましたら、戦略のことについてずっとお話ししてますからね、見てください。で、あと、チャンネル登録していただくと便利でございますんで。はい。ということで、今日の、本題ですね。製品の寿命って話ですね。製品の寿命？何それっていう話なんですけど、単純に言うとね、例えば、内閣府のね、消費動向調査で、例えば耐久消費財でね、冷蔵庫は 13.3 年とかね、洗濯機が10年とかね、まあ、大体ね、10年使ったらいい方かなって家電製品ってよく言われますよね。ところがね、ちょっと注目していただきたいのが、故障による買い替え。要はなんかもう古くなって故障したから買い替えっていうのが 100% じゃないわけですよ。まあまあ、それは当然ですよねっていう話なんですけど、で、特にね、この辺なんか行くとどうですか？まあ、ビデオカメラ、最近はね、iPhone 持つ人が増えたかもしれないけど、例えば携帯、スマホ。まあ、私の経験からしてもそうですよね。寿命まで使わないよねっていう話だし、私の場合ね、これパソコン商売道具ですからね、もう大体2年だな。あと車なんかもそうですよね。10年乗ったらね、もううちのかみさんなんか10年以上乗ってますけど、もう私なんかね、4年とかそれぐらいで買い替えたりとかしたりしてますよ。ね。で、要は何かって言いましたら、製品サービスにはそれぞれその寿命がある。それはその耐久年数だけじゃないよっていう話ですね。で、こういうグラフがあるんですけどね。これ何かって言いましたら、この縦軸が売上高、横軸が時間なんですね。まあ時間とか期間って言った方がいいかもしれないですけども、これで、ね、何かって言いましたら、商品やサービス、新商品や新サービスを投入した時、一番最初はこれ導入期っていう時期なんですね。で、まだ売上立たないと。これがだんだんこう成長期になってくると、だんだん売上が立ってきて、そして成熟期を迎え、そしていずれは衰退期を迎えるっていう、こういう、まあ、言ってみれば製品サービスの寿命ってことで、これをプロダクトライフサイクルって言い方してるんですね。これ面白いなと思ったのが、私大学時代工学部、生物工学科ってとこで、まあ元々が作り酒屋でございますから、酵母菌のね、研究というのをしてましてね。で、この酵母菌とかね、そういう微生物ですね。それのですね、こう、増殖曲線ってあるんですよ。体数増殖曲線ってあるんですけど、これそっくりなんですよ。だから微生物で最初こうね、1匹から 2匹になり、2匹が4匹になりね、っていう話になるんですけども、これがどんどんギューッと増えていくんですけど、栄養分がなくなってきたらだんだんまたこう、減っていくよっていう、これそっくりなんですね。だからこれ、自然の摂理なんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、まあそんなことはさておき、このプロダクトライフサイクル、まあ製品ライフサイクル、4つの時期があるわけですね。で、それぞれ例えば売上とか原価とか販売費とかね、販売管理費か、とかね、利益とかそういうのに、それぞれによってこう特徴が出てくるんだよってお話をさせていただきます。まず売上。売上最初の導入期ってやっぱ少ないんですよね。で、これが成長するにつれて増加していって、成熟期になると高止まりして減少って、まあ当たり前の上のグラフと同じのことを言ってる話なんですけど、さあ次です。原価です。製造原価ね。で、原価で行きましたら、これ導入期やっぱ高いんですよね。やっぱりプロモーション費とかかかるし。
で、これがね、だん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 ね、成長期になってくると商品がやっぱり出ていきますから、例えば工場の場合だと、例えばラインを動かしたりとかって大量生産ってことができてきますから、原価下がってくるんですね。これが例えば製造業じゃなくて、例えば製品、まあ例えばソフトウェアとかにしても一緒ですね。プロモーション費が下がってくるっていうのもあるだろうしね。で、成熟期になるとこれが高い、低いままですね。だからもう知名度もできてくるしっていうことでこう安定するわけですけども、今度は衰退期になると原価が増加してくるんですよ。これなんでかって言いましたらね、販管費とも関係するんですけど、最初の導入期ってやっぱりね、販管費ってプロモーション費かかるから高いんですよね。で、それが成長期になると、だん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 ですね、これがですね、ライバルとかいっぱい出てくるのもあるし、今だってことでもう知名度を一気に上げるためにってことで、販管費とか上げたりとかね、営業マンをいっぱい出したりとかっていう話になりますよ。で、これが成熟期になると、これが知名度上がってくるから、とかね、あと例えば、リピーターがつくからなんてのもありますよね。それで減少してくるわけですよ。で、ところがね、この、衰退期になると固定費がね、圧迫してくるんですよ。だから、まあ、原価も増えてくるっていうのもあるし、まあ、特に工場の場合はね、原価って固定費との兼ね合いって非常に、密接な関係にありますからね、という話です。ってことになると、利益で言うと、最初のうちってね、ほぼないんですよ、やっぱりね。むしろ、最初のうちほぼ赤字だな。うん、大体僕の経験からしても。で、これが成長期になると、徐々に改善してくるんですね。で、成熟期になると最大化になって、衰退期になると減少してくると。で、価格になると、これが最初のうちはやっぱりね、高いんですよ。まあだから安売りしなくていいわけですよ。ところがね、ライバル出てくるから徐々にね、安売りしないとダメみたいな話になってきてね。で、この低いまま成熟期になると価格は低いままで、衰退期になるとさらに安売りみたいな感じで徐々に低下とかってなるわけですよね。で、市場規模で言うと最初はやっぱりね、使ってる人も少ないし、小さいんです。で、これが徐々に拡大して、成熟期は最大になるけども、衰退期になるともうこれがね、これ自体がオワコンみたいな感じでこう縮小していくって話になるわけですよね。で、まあ、言ってみれば競合ですね。競合で言うと最初のうちは少ないですよ。それがだん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 成長期になると増えてきて、最大になって、そして減少。だからね、この成熟期のところが一番実は利益を出すんですね。利益でいきましたら最初ほぼないでしょ。それから徐々に改善して最大して減少だから、ここの成熟期をいかに長く保つかとかね。もうそういう施策が大事になってくるわけですよ。で、この成熟期のね、戦術って大きく2つあるんですよ。何かっていうと、延命策っていうのと計画的陳腐化。この2つなんですね。で、延命策でいきましたら、要は成熟期をいかに長く保つかだし、計画的陳腐化っていうのはもう諦めて、もう見切りつけて次新商品に注力みたいな感じで、こうね、新商品を次々出していきながら、もうこの衰退期を迎えるまでもなく最初に、その成熟期の余力のある時に、投入するっていうね、こういう戦略戦術もあるわけですよね。で、延命期のね、にもね、3つの戦術があります。どういうことかって言いましたら、これです。この3つです。再商品化と、新用途開発と、再方式化っていうのがあります。これ一個一個例をお話ししますとね、まあ、新たなポジショニングに基づいて製品を修正するのが再商品化です。まあ、有名なのでいくと、やっぱりね、日清さんのチキンラーメンですね。で、僕ね、日清の安藤社長とね、随分若い頃ですけど、まあ、もともと作り酒屋の社長ですから、こういうね、食品企業交流会とかね、まあ、問屋さんのパーティーとかいろいろあったんですよ。で、その時にね、安藤社長がね、ご挨拶されてたりとかね、まあ、実際ちょろっとだけお話もさせていただきましたけど、安藤社長がおっしゃってたのがね、チキンラーメンってものすごいロングセラーですよね。だけどね、皆さん気づかないかもしれないけど、毎年、ちょこちょこ変えてるんだよってことをおっしゃってたんですね。あ、そうなんだと思ってね。まあ、わかりやすい例で言うと、卵のポケットですよね。ペコってへこましたっていうのもあるし、ポケットの形状もね、変えたりとかね、戻したりとか、いろいろしてるわけですよね。だからこれ、再商品化ですね。で、あとは、新用途開発でいきましたら、こういうことですね。例えば、素材や用途を異なる用途に使用して需要を高めるってことで、例えば、吸水ポリマーっていう話ですね。まあ、例えば、最初あれ、おむつのね、紙おむつの素材として使われたのが、今、培養土で使われている。どういうことかって言いましたら、あれ、保湿がありますよね。吸水ポリマーですから。で、その中にこうね、水を溜め込んだりとかっていうことで、まあ、要はその、
ガーデニングとかね、そういうところの培養土の中に混ぜるっていう話もありますし、最近でいくと砂漠の緑化なんていうのもこれやってるらしいですね。あとね、再方式化でいきましたら、例えば、技術的な世代を行うことで、世代交代ですね、行うことで需要を維持するってことで、これは、テレビとかね、あとパソコンのモニターですよね。昔ブラウン管でしたよ。それが薄い液晶になったって話ですよね。で、この計画的陳腐化、これにも3つの戦術があります。どういうことかって言いましたら、これは物理的な陳腐化、心理的陳腐化、そして機能的陳腐化ってあるんですけど、この機能的陳腐化でいきましたらね、よくある話ですよ。新機能を搭載した新製品を投入し、既存製品の価値を下げるってことで、よくあるのが Windows ですよね。もうまた変わったんかいみたいな話あるし、ゲーム機なんかでもそうですよね。任天堂スイッチがね、今ね、品切れらしいですけど、私息子に聞いたんですよ。任天堂スイッチ新しいの出たんだよな、つって。出た出たって。何が変わったのって。なんか細かいこと言ってましたけど、僕からしたら大した変わり方してないんじゃないのって思うんですけど、でもやっぱりね、新しいの欲しがるんだな。うちの息子はもう今ので十分って言ってましたけどね。で、心理的陳腐化。心理的陳腐化でいきましたら、例えば新しいデザインやイメージの新商品を投入して、既存の商品を古く感じさせる。だから、任天堂の場合も、ちょこっと変えるのあるけども、これの場合はデザインとか変えても前のを古く感じさせる。よくあるのが自動車のモデルチェンジですよね。で、あと、ファッションなんか完全そうですよね。で、あとは例えば、かつてで言うとスキー用品なんか毎年ね、なんとかモデルって出てましたよね。今で言うとスノボになるのかな。あと、物理的陳腐化、これはね、一時ね、ものすごい問題になったんですよ。何かっていうと、耐久度を製造の段階からあらかじめ弱く作っといて買い替えさせるって話があるんですよ。で、これはストッキングがなぜ破くみたいな話とか、破れるとかね、あと、例えば蛍光灯ってなぜあんなに切れるんだみたいなね、のがありましたよ。企業としてもね、やっぱりそうは言ってもっていうのもあるだろうし、わざとじゃないっていうのもあるんだろうけど、こういう物理的陳腐化っていうのは、ね、最近はね、やっぱりあんまりされないですね。はい。ということで本日のまとめです。製品には寿命があります。で、物理的な寿命だけじゃなくて、市場原理に基づく寿命がありますということで、プロダクトライフサイクルっていうのがあるよっていうことをお話をさせていただきました。このプロダクトライフサイクルは、このような、経路をたどるというかね、いうことですけど、成熟期。ここが一番儲かるとこなんだよって。この成熟期をいかにどういう戦術を取るかってことで、戦術には早く2つございますよってお話をさせていただきました。で、このね、延命策にしても計画的陳腐化にしても何が大事かって言いましたら、何度も言いますけど、戦略が大事なんですね。そしてあとは、売り物ですから、お客さんが買うニーズですね。ニーズとかベネフィットですね。これについてはですね、以前からも何回もお話をさせていただいておりますので、ぜひ過去の動画を見ていただくか、チャンネル登録をしていただければなというふうに思います。で、次回です。次回は価格の決定ということで、価格っていろんなどうやって決めるのっていう話がありますし、価格もね、いろんな、決め方あるんですよ。だからまずは、次回は基礎のお話をさせていただいて、その次は、基礎応用っていう話じゃないけど、いろんな決定法について2回に分けて価格のことについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。